ボルトのスマフラジオ。皆さんこんばんは。私たちボルトです。まずは自己紹介。はい、青山菜の葉、中学1年生12歳です。はい、内藤ルナ20歳です。はい、高井千穂19歳です。はい、白浜彩中学1年生13歳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、あの前回さ、ルンパンがこんばんはって言ってたじゃん、うん、逆に今日それ待っちゃったんだけど、こんばんは来ないんかいみたいな、入っていいのかなと思いつつ、前回入れなかったからやめとこうと思う。あやちゃんいきなり柔軟さすないでみたいな、ちょっと戻って11歳っていう結構戻ったな。ダメですよ、もう若いんだから。ただでさえ、はい、ということで本日は第3回目の配信となります。はい、うん、あの今回はね、ちょっとオープニングのトークテーマがありますので、ちょっと話していきたいと思うんですけど、うん、テーマは、ボルトの中で流行っている遊び、話題はでーす。遊び話題。でも結構休憩中なんか4人で遊んだりするよね。結構ゲームしますよね。流行りが変わってくよね、私たち。パッパッパみたいな感じ。昔はあのワードウルフとか、そうだよね、電車の中とかでやってましたね。おー、やってた。ななちゃんとかがこう携帯でさ、はい、こうね、そういうアプリ入れてね、あやちゃんと今日もやるって言って、うん、お姉さんたちに言って、うん、お姉さんたち、ね、結構ね、前回のさ、スイッチしたっていうお話もあったけど、2人がさ、このゲーム知ってますかって言って振ってくれることもね、そうなんだよね、多いよね。で、何それ知らないっていうのとかさ、ルールをまず理解する年上組みたいな。そうそうそう、あと懐かしいっていうものもあるけど、うん、何か最近流行ってる遊び、あれじゃない？一番最、本当に一番最近やったのは、うんうんうん、あの歌ってくやつ、みんなで。あ、その前の人が歌っている歌詞の中の同じ言葉の歌をどんどん歌ってつなげていく。うん、そうだそうだ。歌詞のっとりゲーム。そう、歌詞のっとりゲーム。それそれ。のっとりゲーム。それありますね。でちょっとなんか、うん、あれかな、イメージしづらいかな、やっぱ。そうだね、私まだ理解してなかったもん。本当にルパン何も理解してくれないかも。その時もやってる時もボルト流っていう言葉でやってたから。そうだね、ボルトの曲でやるとしたら何でつながる、ね、うん、やっぱ今、うん、やってる、流れてるスマイルフラワー。確かに。やりたいですよね。やりたいね。手に取りどの時もスマイル。笑顔で世界に花を咲かそう。愛しい君の、君を目指す。おぉ、なんかダメだ、ダメだ。君あるね、たくさん。確かに、いっぱい繋がりそうね。ね、君に会い、もうそのまま歌ってる途中に歌ってくっていうのがね、うん、その人が、うん、逆に歌い続けなきゃいけないからさ、あ、誰かが出てきて、前の人が歌い終わっちゃったら終わりだった。前の人が出てきて、サビしか知らなかったからさ、いきなりあの 1A とかになった時にララ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 ラ、重要なところじゃないと思ってね。ボルト流なんで何でもいいんですよ、ね、何でも OK でーす、ね、はい、まあなんかその時、うん、その時に私たちの中で ね流行っているものを、はい、これからもね紹介していけたらなと思ってます。はい、という感じで早速今日もたくさんお話ししていきたいと思います。それでは参りましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はボルトを応援してくださるファンの皆様の提供でお送りしています。この時間はあなたの耳を独占させてね、ボルトのスマホラジオ。キュー、かわちー。ちょっとかすれてんのやめてないじゃん。あやちゃんめっちゃ、ちょっとなんかかすれてるよ。だいぶかすれてるよ。あー、かわいいな。かわいいですね。はい、ということで今回はちょっとね、うん、緊張しちゃいそうなこちらの企画をお届けします。ボルトのソロトーク。おー、はい、
はい、こちらはメンバーそれぞれが自分で話すことを決めて一人でおしゃべりするソロトークコーナーでーす。はい、トークタイムは1分半を目標にお話しします。短い時間の中でね、リスナーの皆さんに伝えたいことを伝える練習でもあるので、みんなでね頑張っていきましょう。はい、あれだよね、その一人で喋るっていうのはさ、結構前にさ、あのうちの子たちが喋ります DJ ヤザキングの Let's Radio Challenge で、ね、やったよね。喋ったね。あの時は結構でも長め、そうだよね。確かによね。3分とか、ちょっと長かったよね。うん、めっちゃ緊張してましたね。なんか10分ぐらい喋ってた気がする。そうね。なんかぐらいゴング鳴ってもさ、無視してさ、喋ってたよね。けど、まあ今回はね、1分半。1分半を目標にね。はい、いやそうですね。で、ちょっとどういう順番でやってく？確かに。いやじゃあ私やろうかな。じゃあ私、私が行こうかな。あれ？私やろうかな。あ、やろうかな。私やろうかな。どうぞどうぞどうぞ。いや、絶対できてないじゃん。うちに入れてなかった。いつもできないよね、私たち。何があったの？手あげるのがさ、一緒になっちゃったみんなね。はい。じゃあ私が行こうかな。菜の葉が行こうかな。じゃあ私が行こうかな。じゃあ私が。どうぞどうぞ。なんなんだよ。どんぐらい読んで。今のあの記憶から抹消してください。すぐさまに。どこでこれやるの、はい、やばすぎますよ。じゃあ、やっぱ私たちのね、ボルトじゃんけんで決めていきますか。そうしますか。ね、そうしますか。特に普通のじゃんけんと変わり、ありませんが。投票前に出してます。じゃあ、勝った人から、負けた人から。どっちでもいいよ。じゃあ、勝った人から喋っていこう。せーの。ボルトじゃんけん、じゃんけんぽい。アイコでしょ、おい。アイコでしょ、あ、すごい。アイコでしょ、アイコが。おー、あやちゃん。あやちゃん、一人勝ち。私、勝ったから、あやちゃんから、はい、一人勝ちで勝ちました。お、じゃあこのままやるか。ボルトじゃんけん、じゃんけんぽい。お、チョキチョキ。ちーちゃんが負けました。じゃんけん、じゃんけんぽい。アイコでしょ、アイコでしょ。あ、同じな、そう、同じな、そう。じゃ、決まらない。はい。じゃあ、一番目が、私、白浜綾で、うん、2番目が、ルパン。私、内藤優奈で、3番目が、私、青山菜の葉で、うん、4番目が、私、高市穂でーす。最後になっちゃった。はい。はい、じゃあ、まずは、綾ちゃん。私、白浜綾は、お仕事体験、一度やってみたいこと話します。私は、お仕事体験っていう、うんうんうん、アイドルとして活動してて、スタッフさんに関わるお仕事なので、いつもスタッフさんにね、お礼言ってばっかりでね、私もね、何かしたいなって思ってて、うんうん、このスタッフさんのお仕事体験をして、うんうん、その改めて大変さを知ってからお礼をしたいなってちゃんと思ったんですよ。うん、で、そのスタッフさんの仕事、お仕事、マネージャーさんも身近な存在にいる、マネージャーさんだったら、マネージャーさんの私がちょっと一日、うん、ボルト、アヤマネージャーとしてとか、うん、そういう感じとかしたいなって思ったりしてて、あとは他にもカメラマンさん。カメラマンさんは、私たちもね、よく撮ってもらうんですけど、うん、生写真とかよく撮るじゃないですか。うん、しかもそれってカメラマンさんに撮ってもらうじゃないですか。うん、で、いつも、パシャ、いいよ、はい、やってくれ、みたいなの言えるのに、ニヤニヤして見てて、そういうのもちょっとやりたいっていうのもあるけど、うん、カメラマンさんの、大変さを知って、うん、そのお礼っていうのと、うん、そのプラスでそのいいよっていうのをやりながらメンバーを撮りたいっていう。メンバーをね、何でもいいからちょっと撮ってみたいなっていうのも。うんうんうん、あったりしたので、お仕事体験っていうことにしてみました、うん、まあ一度はやってみたいっていうか、一度やってみたいみたいな感じで、どっちも同じ、まあやってみたいなって思うので、ぜひお願いします。お願いしますで終わるのじわじわくる。誰かがお願いされた。
はい、ということで、うん、あやちゃんのねソロトークは、はい、1分48秒でした。あーおー、あでも近い、ね、ね、ちょっとだけ秒ね、けどすごい、よかった。でも10分いかなくて、はい、なんか撮ってみたい写真とかあるの、そのカメラマンさんになったら。私はこういうシチュエーションみたいな、普通のスマホのカメラでもおしゃれに撮ったりするのに今ちょっとハマってきちゃってるから、うんうんうん、二つの種類で、一つはかっこいい系の海じゃないけど、うんうん、そういう感じの種類と、めっちゃ弾けてる、私はみんなの笑顔が大好きなので、自然なめっちゃ笑顔を撮りたいです。自然体のですね、感じで。バーンみたいな感じの笑顔。弾けるような。じゃあ、もう弾けた笑顔です。あやちゃんのこと後から合成しとくね。あ、お願いします。やだ、じゃあライブとかで撮るときも、うん、私撮るんで、後で合成させてください。ライブは出てください。困るね。出てくるのやつね。そんなライブのやつで、すぐに。でも、お仕事体験っていうワードがなんか可愛いよね。可愛いよね。なんか、してみたいね。なるほど、なるほど。いいですね。じゃあ。以上です。続いて、2番目は、ルパン。はい。はい。私、内藤ルナは、実はというかね、ちょっと前にカミングアウトしたんですけど、うん、見える系の人間と言われてるじゃないですか。本当に言うのか。ちいちゃんの顔が急に変わった。でも、メンバーには話したことがある話かもしれないけど、ちょっとリスナーさんではまだ聞いたことない方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、はい、一つ見た話を持ってきました。というわけで最悪、その話をしていきたいと思います。はい、はい、いつも私が通る交差点の話なんですけど、メンバーみんなもよく通る交差点なんだけど、その交差点でいつものように、まあ普通に夕方かな、歩いてたんですよ、私。うん、そしたら、はい、私と同じ方向に歩いてくのものが人が見えて、うん、で、それがすっごく大きな、こう、きなり色ってわかる、なんかこう、素材。麻、うん、みたいな素材でできた、もうサンタさんぐらい大きな袋を抱えた人がね、こう歩いてたの。で、めちゃくちゃ、なんかボロボロだし、なんかめっちゃ大きい袋だし、何なんだろうってすごく気になっちゃうのね。私気になると見に行きたくなるタイプなの。そういうの。だから、気になるなって思ってて、そのまんま、私はその人を追い越したの。うん、一緒の方向に進んでたから。うん、追い越して、くるって顔を見たら、皮膚がなかったの。なんかもう、ドロドロで。なんだろ、ジブリで言う巨神兵みたいな感じのがあるんだけど、ああいう感じの人かわかんないけど、なんか歩いてて、で、私は、おーって思って、なんかすごいもの見てしまったって思ったら、思ったんだけどね、その時、ふと周り見たら、誰もその人のこと見てないの。で、その瞬間に、あ、私にしか見えてないんだなって思って。っていう話を、そういうのが好きな感じのスタッフさんがね、いらっしゃるじゃないですか。いますね。その話をしたんですよ。したら、同じ場所で見てたって。ねえ。そんなお話でーす。やばー。もう寒い、寒い気がする。寒いんじゃないけど、大丈夫。鳥肌立ってきた。そういう感じ。はい。そして、内藤さんのソロトーク。はい、1分48秒。1分48秒。あれさっきも同じ数字の方が。同じ人間が話したんですよ、ね。1分48秒目指してるからね。そうね、変わっちゃってるから、みんなで同じ秒数にしようじゃないのよ、これ。違うゲームになっていくから。そうなんですよ。やだ、しかもよりによって何、私たちも通る交差点なの。教えてあげるね、今度通った時に。いやここだよって。絶対ルンパと待ち合わせしない。そう、でもスタッフさんは違うやつが見えてたみたい。あ、その、でも場所はサンタさんみたいな人じゃない。同じだったの。で、その時はゾワってきた。いや、そうルンパでも。初めてだったから、そういう経験が誰かと同じ場所で見てたっていうのが。じゃあそこの道は怖くないんですか？怖くない。通りたく、通ってない。それ以来はもう見てないの？一回しか見てない。うん、その時以外は見てない。そうなんだ。うん、
いや、よく通れるね。もう何を。またいるかな、みたいな。すごいな。すごいな。そんな、お話でした。ね、みーちゃん人って。さあ、続いて参りましょう。はい。じゃあ3番目は、なのちゃん。はい。私、青山菜の葉は、この前行った中学校の運動会について、ちょっと振り返りたいと思います。楽しい話題来た。ね。わかんないよ、まだ。明るくさせたいから。急に来るかもしれない。それでは、行きまーす。はい。この前、私の中学校では運動会がありました。中学校に入学して初めての行事の運動会だったので、めちゃくちゃ緊張してました。緊張するよね、はい。その運動会では、徒競走と全員リレーと、出前一丁っていう競技をやりました。出前一丁。出前一丁。出前一丁。徒競走では、1位を取ることができました。すごい。練習は一度もしてなかったから、どんな感じか分からなかったので、1位になれて嬉しかったです。あ、すごい、ね、はい、早いんだね。全員リレーでは途中でバトンがうまくいかなくて5位になっちゃったんですけど、それでもみんなで頑張ったから悔いはないねって話してました。で、出前一丁は知らない方もいると思うんですけど。知ってる人いるのかな、ルールは、ルールとか言って。ルールは、クラス対抗で戦うゲームで、板を持って各クラスの一人一人が走るんですけど、最初は1枚、次の人は2枚って、板がどんどん、走るごとに増えていって、最終的には30何枚かになります。で、それで早くゴールした人が、勝ちっていうゲームなんですけど、練習ではいつも最下位で、やばいって言ってめちゃくちゃ作戦会議立ててたら本番で1位になることができました。すごい結果を聞いた時は嬉しくて、みんなで飛び跳ねて喜んで、今でもあの時のことを考えるとめちゃくちゃ嬉しくなります。リレーはやりたい人が手を挙げるっていう、リレー戦の決め方だったんですけど、挙手制なんだ、はい、最初は手を挙げてたんですけど、やりたい人が結構いっぱいいて、ボルトでレッスンとか、ボルトのレッスンとかで練習出れなかったらどうしようって思ったので、やめて応援することにしました。ですごいみんな頑張ってて、すごいなって思いました。で、まとめると、今回の運動会では、作戦会議を何回もして、この運動会でめちゃくちゃ絆が深まったんじゃないかなっていう運動会でした。皆さんは運動会のエピソードありますか？あったら教えてください。はい、私は早いな。はい、なのちゃんの、はい、ソロトークのタイムは2分22秒でした。そんな。ゾロ目。すごい。222。すごいすごい。にゃんにゃんにゃんじゃん。猫だ。にゃんにゃんにゃん。でもそんなに話した感じがしなかった。ねえ、そうなるよね。出前一丁すごいね。板だっけ？初めて見てないわ、聞いた。でも気になる。いや、ちょっとさっきの話が。ね、食べ物とか乗ってるわけではないんだね、出前だけ。なんかプラスチックみたいな板で、軽いんですよ。なんでその名前になったんだろうね。でもあれだよね、34になるっていうのは人数分ってことだよね。人数分。一人一枚ずつで増えて。一クラスの。ああ、出だしも積み切りでって名前違うけどやりました。今時なんかすごい競技が。走るだけでも大変なのに。そうだよね。じゃあ今度ボルトでやってみますか？4人で。4枚って結構すぐ終わるよ。4枚めっちゃ終わる。1枚がめっちゃ大きいっていう。手前一丁気になる。ななちゃん足早いことがね、判明しましたね。今回のこれで。だってリレー戦でね、挙手するぐらいだから。そうだよね。私なんて伏せちゃう、こんなリレー戦。伏せないで。なんか絶対無理。大丈夫、伏せなくても当たらないし、うちらは。そうちらは大丈夫、多分。なるほどね。ね、楽しみ。素敵なお話、ありがとうございました。じゃあラストは、私が行きたいと思います。ラスト。ちょっとなんか散々ルンパンの時に怖がっといてなんですけど、私が今回お話しするのは、最近起きた怖い話。わー楽しみ。ちーちゃんから怖い話ってないよね。聞いたことない。皆さん、しないからね。すると、すっとその場からいなくなるちーちゃんから。
起きたんですよ。怖い話が聞きたい。はい。楽しみ。じゃあ最近起きた怖い話、お話ししていきたいと思います。いきます。はい。私がですね、うん、朝、お家で、一人でいたんですね。うん、あら、普通に、こう、お仕事だから、もう怖い。準備してて、朝の準備してたら、うん、その自分のお家のドアが、なんか、ガチャってなった気がして。やだー、なんで思って、まあ、気のせいかなと思ったら、次に、ガチャ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 って、何回も何回もこう、鍵が閉まってる状態だから、ガチャ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 ってやられて、えと思って、もう私見えないんですよ、幽霊とか。だから、冷静に考えて、うん、あ、不審者だと思って、あ、そうだね、やばいと思って、うん、とりあえず手ぶらで、誰ですかって言ったら、手ぶらで、そこ持ってないのね。まだドア開けないで、誰ですかって言ったら、カチャン、スクスーみたいな感じで、うん、鍵が開いたんですよ。開けられて、入られたと思って、うん、です。誰ですかって言った時はまだ2階にいたの、お家の。2階にいたの。そう、2階にいたの。で、さすがに1階に降りて、玄関まで行って、すごい、ありいたんですよ、人が。え、私のおばあちゃんでした。怖ーめっちゃ怖い。おばあちゃんが、誰もいないって聞いてたんですって、私のお家に、その時間帯に。だから、なんかわかんないけど、鍵が開いてるって思ってたらしくて。なんで一番怖い話。なんかおばあちゃんも、なんか、え、鍵が開かないな、ガチャガチャガチャ、開かないなって言って、あ、で、おばあちゃん、あ、鍵持ってんじゃんってことに気づいて、ガチャって開けて、開けたら私が、誰ですかって状態で待ってて、お互いびっくりしたっていう、お話。はい。これが最近起きた私の怖いお話でした。怖い。いろんな意味で怖いよ。マジで。はい。私のタイムは、1分50秒だったということで。あ、20秒オーバーしちゃった。いやなんですよ。おばあちゃん、相当びっくりしてたでしょ。相当びっくりしてた。そうだよね。もう私の叫び声も聞こえたって。地位2階で手ぶらで叫ぶっていう。なんか持ってんのかなと思った、手ぶらっていう。だってお家に刀ないんだもん。刀でじいちゃんを戦おうとしてたんだね。だから。すごい。怖いな、でもリアルに。まさか。ね、よかったね、でもおばあちゃんね。そうですね。途中まで涙出そうになってたの。よかった。めっちゃ思いました。よかった。おばあちゃんでよかった。よかったね。はい、というわけで、一人ずつソロトークしてきましたが、どうでしたか？でも聞いてると、めっちゃあっという間に感じるけど、意外と過ぎてましたね、みんな。そう過ぎてましたね。そうですね。1分半って、まあ私たちにとってちょっと思ったより短かったっていう、その、本来は。2倍速ぐらいで話したらちょうどよくなる。そうですね、みたいな。出た。ちょっと似てきてる。どう？確かに。そうですね。でも前回の、その、話す、よりは、前回、なんだっけ、レディオのやつよりは、結構前の。はい。めちゃくちゃ緊張が解けて、あら、結構話せました、自然に。家でも結構、自然な話し方ってめっちゃ調べて。なんか出てきた？いい。自分は、今から紙を、自分は今から言葉を喋るんじゃなくて、自然に話すんですって思い込むって書いてある。大丈夫かな、その際。自然に話します。確かに、でも、その時は一人で話してて、ちょっと静かな空間で、何もラジオも何もわからず、なんか、ひそひそ話してたけど、話してたけど、4人でこうやって楽しく、そう、なしたりしてるから、なんかね、ちょっとアドリブでもっと言いたくなっちゃったりね。確かに、話したくなっちゃったね。本当は、5分ぐらい行くじゃないかなってちょっとなったんですけど、いろいろ抑えて抑えて抑えて、こういうことになったんです。こういうことになったんです。なんかちょっと怖い話になってきちゃった。よかった。皆さんお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます。機会があったらね、私たちもすごいお勉強になるので、やっていけたらなと思います。はい。以上、ボルトのソロトークでした。はい。では、ここで一曲お届けしましょう。ボルトで、スマイルフラワー。
ボルトでスマイルフラワーを聴いていただいておりますが、はい、うん、ということで、まあ、曲のねお話も、はい、あのたくさんしてきたんですけどね、今までスマフラジオで、あの MV の話とかします、今日は。確かに MV の話、ミュージックビデオね、もうね、メイキングビデオとかね、そうですね、メイキングとか上がってるけどね、まだねそこにはないお話とかもあったりするんじゃないですか。多分、うん、散々言ってきた風の強さはさすがにも伝わったよね。そうだね、伝わってると思うし、ね、ね、ね、でも私は、うん、あの遊具とかあったんですけど、うんうんうん、その近くであの、うん、お花をみんな一輪、うん、一輪ずつ持って、なんかあの寝ながら撮ったこと、あ、4人でこう寝たやつか、寝転がったか、うんうん、あとそのタオル、うん、タオルを、うんうん、なんか角をみんなで持って、うん、ふさふさ、うん、ふさふさで角を持って一斉に持ち上げて、こう、うん、なんかふわーってドーム型のね、なるように写真撮るとかね、すごい楽しかったですね。あの時さ、あの後ろ側の持ってたメンバーの顔が映らない事故なんかちょっと上に上げないといけない、そう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 、もうちょっと上にって、ちいちゃんの顔が見えませんみたいなよくね、あと身長差もちょっとあるからさ、上に1、2、3で上げる時の高さがガタガタみたいな、ちょっとみたいな、懐かしいね、懐かしい、結構なんかハイエイトカメラ使って撮ってたじゃん、うんうんうん、はい、自分たちでも持って、はい、全員がさそれぞれ持ってお互いを撮り合った時も、うん、はい、私はその時に、うんうん、あの二人、あやちゃん、なのちゃんが持って撮ってた時に、こう、わーってみんなで走りながら、わーって楽しく撮ってたからさ、なんかもう、ガタ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 みたいになっててさ、スタッフさんがハラハラしながら見てたのが、私の中ではめっちゃ覚えてる。スタッフさんハラハラしてたよね。ちょっとほら、普通のカメラより大きめだし、多分、なんかレアだか、あれわかんないけど、貴重なものだからか、なんかハラハラしながら、見てたのすごく覚えてる、私。しかもそれ撮ってる時、みんなで鬼ごっこしてる中で、目線を通りながらやるとか、だから走ったりすることとか、うん、そうだよね、遊んでるから多くて、うん、そう、あとハラハラ、もう一個さ、スタッフさんめっちゃハラハラしてたのがさ、うん、その遊具とかのコーナーで自由に遊んで、うん、私たちがこう取り合うって時に、ね、なんかあやちゃんとかが、うん、結構ちっちゃめのトンネルみたいなさ、あーあった、入ってさ、小さいトンネルね、トンネルの中くぐって、うん、ウェーってやってたら、衣装汚さないでねって、白髪はさせないようにしてくださいね、なんか反対のトンネルから見て、なんかバイバイみたいな感じしてるのを、あの杖をついてるぐらいの、うん、あの腰の低さで歩いてたら、気をつけてくださいねみたいな感じ、白だからね、衣装がね、新しかったもんね、まだ着て間もないね、黒色フラワーになって、ブラックフラワーにならないように、そうです、ブラックフラワーが汚れなくてということで、うん、まあ、今のねお話なんかもちょっと、はい、あの頭に入れつつ、ね、あのスマフラの MV はねYouTube に上がっているので、何度も何度も見てくださったら嬉しいなって思ってます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。お送りしてきましたボルトのスマフラジオ、あっという間にエンディングのお時間です。はい、ということでここでボルトからのお知らせです。ボルトセカンドシングル、はい、スマイルフラワーが絶賛発売中です。ぜひたくさんたくさん聞いてください。お願いします。そしてボルトは様々な、ね、SNS をやっています、うん、はい、ツイッター、はい、こちらは年内フォロワーさん1万人を目指してやっておりますのでね、はいはい、ぜひ隣にフォローしてない方がいらっしゃいましたら声をかけてくださると嬉しいです、嬉しいです、お願いします。こっちです。そしてインスタグラムはボルト公式と私高井千穂と、ナイトルナちゃん、はい、個人でもやっていますのでチェックよろしくお願いします。お願いします。そして TikTok もね、うん、始めたのでぜひぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は第3回目の配信でしたが、なのちゃんどうでした？はい、はい、私は企画で自分が伝えたいことを1分半くらいで伝えるっていう企画が
すごい思い出に残ってて、うん、あの結構前にやったレッツレディオチャレンジよりなんか全然緊張しなくなって、うん、あのその理由なんだろうって考えた時に、うんうん、そのメンバーの話聞いてたら、うんうん、あのすごい楽しくなったのかなと思って、うんうん、やっぱりメンバーっていいなって思いました。そうだね、収録も一人でやってたもん ね、はい、確かにね。だから次話す時はこれをもっと、うん、あ、私はみたいな余裕を出したいと思います。ナノちゃん的余裕だったね今のね。そうだね。いやでもそのナノちゃんさ運動会の話してくれたじゃん、うんうんうん、あの私ナノちゃんがさ運動会の終わった日に動画送ってくれてね、はい、ね、そのみんなも来たと思うんだけど、すごい足本当に速くて、いいな本当ですか。そう、徒競走で1位取りましたって言って、これが私ですってこのナノちゃん目で追ってたら、最後めっちゃぶっちぎりでね、バーってびっくりして、絶対一緒に走りたくないと思っちゃった。いや全然本当に可愛かったね。ありがとうございます。あやちゃんはどうでした？はい、今回はソロトークでね、うん、みんなであの練習ということで1分半で お話をねさせていただいたんですけど、うんうん、お化け系のね怖い話でね、私もあんまりそこまでそういうお化け系とかも聞いたことなかったから、うんうん、怖いって思ってたんですけどね、ちゃんとオチがあったので笑えて、ちいちゃんのおばあちゃん事件も、おばあちゃん事件も名付けられてもうね、オチが分かるタイトル、お化け事件、お化け事件もすごく笑えたし、なのちゃんのねその、うん、なんだっけ、徒競走じゃなく運動会、うん、運動会じゃない体育祭、うん、ずっと運動会言ってたんですよ。体育祭じゃなくて運動会って言ってた。そっか、中学からなんですよ。なのか、体育祭も共感できることがいっぱいあったのでね、うん、今度また運動会についていつか話したいなって思います。話したい、はい、今日はいっぱいねちょっとメンバーのまた面白いところが知れたので、うん、今度自慢して、自慢はしないかたくさんみんなと話しながらそこを探りたいと思います。探られた、楽しかったです。運搬はいかがでした？スマイルフラワーのねミュージックビデオのまだ話したことない裏話とかもちょこっとお話したじゃん。でまだねもしかしたらリスナーさんの中にミュージックビデオ見たことないっていう方もねいらっしゃると思うので、ぜひ風の強さとか気になる方は見ていただきたいなってね思ったし、私の中でもねちーちゃんがそのガチャスーッて開いた時に誰だっけ、誰ですかって降りてったっていうところに感動した。成長してるちーちゃんが、前だったら絶対なんかベッドの中になんかくるまるみたいな、うん、隠れる、隠れるね、行ったっていうところにちーちゃんが成長したって謎に感動してました。そんな感動ありがとうございます。そんな回でした。感動の回。ちーちゃんはどうでしたか？やっぱソロトークコーナーっていうのはね、うん、結構私たちにとってもすごい勉強になるし、うん、メンバーもねなんかそれぞれ個性が出てて面白いなってすごく思いました。もう私はね二度と今のような怪奇現象みたいなことがないことを、怪奇現象って言われてるし、おばあちゃんおばあちゃんおばあちゃんないことを祈って過ごしたいなと思っております。大事で過ごしていきましょう。はい、実はね今日はもう一つね、うん、ちょっとコーナーを用意していたんですけど、うん、ね、ちょっとねいろいろと盛り上がったので、そのコーナーはまた次回のお楽しみにということで、皆さんぜひね予想なんかしちゃって待っててください。確かに。はい、というわけで今回はこの辺でお別れです。第4回の配信もぜひ聞いてください。以上、私たちボルトでした。またね。この番組はボルトを応援してくださるファンの皆様の提供でお送りしました。